自宅のものがなくなることに気づいたイッチ。しかもその現象は義家族が来るたびに起こるのだ。疑いたくはなかったが、疑惑を晴らすために、部屋にペットカメラを設置することにしたイッチ。その結果、とんでもない事実が判明し、イッチはある決意をするのだった。トメの隠された本性とは？また、それを知ったイッチは、どんな行動を取るのだろうか？シュートメが家に来ると貴重品がなくなるので、ペットカメラを設置した結果、時々物がなくなるんだけど、犯人が誰なのか突き止めたいので、皆の力を貸してほしい。某探偵漫画愛読歴20年の俺が手を貸してやろう。まずは何がなくなったのかと、容疑者の情報をくれ。仕方ない。この名探偵が推理してやろう。違和感に気づいたのは、私たち夫婦に息子が生まれた頃から。息子は初孫だったため、うとめは1ヶ月に一度我が家に訪問してくるほど、息子のことを溺愛してくれていた。ちなみに夫には学生の妹以下ことめもおり、毎回ではないけど、うとめについて息子の顔を見に来ていた。そして、そのことめが我が家に来るタイミングで、私のアクセサリーや化粧品がなくなるようになった。私自身、かなり大雑把な人間なもので、最初に物がなくなったことに気づいたとき、寝ぼけて違うところにしまったのかなと、思う程度であまり気にしてなかったんだ。しかし、それ以降うとめとことめが来た後に、物がなくなることが増え続けたことで、おかしいと思うようになった。ここで容疑者として上がってくるのは、ことめとうととめなんだけど、三人とも私にとても好意的に接してくれる上、お金に困っている様子は見られなかった。むしろ、うとは会社の社長なので、とめやことめは私のアクセサリーや化粧品より、高価なものを持っているため、わざわざ私の私物を盗むなんて考えられなかった。強いて怪しいことといえば、最近学生のことめが、アイドルの推し活に、ハマり始めたということくらい。それもことめは自分のバイトとお小遣いの範囲内で、言っているので疑うには弱いと思われる。夫にそのことをやんわり相談した際も、俺の家族はお金に困ってないし、イッチのことをみんな大事な家族だって言っていたよ。偶然、イッチが両親が来るタイミングで、なくしただけだろ？と、言われた。夫の言う通り、うとめたちに盗みをする動機がないかもしれないけど、私のものがなくなっていくことは確かなので、うとめたちに対して疑心暗鬼に陥った。そもそもうとめたちがイッチのアクセサリーを、盗めるタイミングはあるのか？夫とイッチがうとめたちの動向を、監視することはできなかったの？トイレで席を外した際に、アクセサリーなどがある寝室に行くことは可能。それに私が息子の世話をしていると、監視なんてできない。一度、夫に寝室に鍵をつけないかと提案したけど、親父たちのことを疑っているみたいだからやだ。と、断られたので、夫に黙ってうとめたちに、家に泥棒が入ったかもしれないので、警察に相談しようと思います。と、あぶり出しメールを送った。すると、うとは、早く警察を呼んだ方がいい。イッチさんと孫は安全のため実家に避難しなさい。ことめは、大変、手伝えることがあれば何でも言ってください。と、割と真剣に心配してくれたメールを送ってくれた。しかし、とめだけは、警察だなんて大げさよ。孫の面倒を見すぎて記憶が曖昧なだけじゃない？明日、一緒にそのアクセサリーを探してあげるわ。と、返信してきた。私が送ったメールには、何を盗まれたのかは明記してないのに、とめは盗まれたものを知っていたんだ。なので、私はとめに、なんでとめさんは、盗まれたものを知っているんですか？と、返信した。その数分後にとめから、息子から聞いたの。明日、お昼過ぎに向かうわね。と、答えが返ってきた。後で夫にこのあぶり出しメールを見せたところ、は？なんで家族をそんな騙すことするんだよ。お金にも困ってない母さんが、そんなことをする動機は？と、大層ご立腹だった。確かに私にもあのとめが盗みをしているだなんて、今だって信じられないけど、みんなはどう思う？アイドルにお金を使いたいことめだと、思っていたけど違うみたいだね。夫は本当にとめに、イッチのものがなくなっていることを話していたの？明日、もしアクセサリーが全部戻ってきたら、とめが黒でいいと思う。でも、それだととめが野放しになるだけだよね。私も可能性が高いのはことめだと思っていた分、とめからのメールには驚いた。しかも、夫はとめに、私のものがなくなることを話してなかったみたいだよ。状況的に、とめが犯人なのはほぼ確定なんだけど、物を盗まれた怒りというよりは、なんでとめが？という疑問が強い。とめはボランティア活動を積極的に参加し、誰にも気配りはできるし、ずっとニコニコしてて、
近所では聖母だと言われているほどの人物なんだ。夫でさえも、トメの怒ったところを見たことがないらしい。なので、トメを疑う私に怒りをぶつける夫の気持ちも、わからなくはない。でも、ここまで来てしまったら、夫が何を言ってきても止めるつもりはない。とりあえず、明日に備えて寝ることにするよ。こうして、イッチは明日に備えてスレを後にした。それから数日後にイッチは、トメが家に来た時のことを報告しに来る。ウトメとコトメから私物を、盗まれているかもという相談をさせてもらったものだよ。あの後、トメは予定通り昼過ぎに我が家に、大量の高級ブランドのお菓子を持ってやってきた。私がトメの荷物の多さに唖然としていると。イッチさんは育児に疲れているから、気が動転しているのだと思って、美味しいものをたくさん買ってきたわよ。と、言ってきた。その後、トメはあっという間に家に上がり込み。さ、イッチさんはお菓子でも食べて、孫と一緒にリビングでゆっくりしててね。私は亡くなったものを探すわ。と、言って勝手に寝室に入っていった。実はすでに寝室には昔飼っていた猫のために買った、ペットカメラを設置していた。なので、私はトメに言われた通り、リビングでくつろぐふりをしながら、その様子をスマホで見ることにした。チェストが見えるところに、カメラを設置したんだけど、トメはベッド周りをゴソゴソしていたため、肝心のところが映らなかった。これだとダメだと思い、寝室に向かおうとした瞬間、トメが、あったわよ、これがない、ベッドの下に落ちていたわよ。と、寝室からなくなったはずのアクセサリーを、持ってきたんだ。なくなったものが出てきたことに、私が言葉を失っていると、トメは、言ったでしょ、家の中にあるって。イッチさんはおっちょこちょいなんだから、今後は気をつけてね。と、優しい笑顔で言ってきた。トメの微笑みにどこか恐怖を感じた私は、はいと答えるしかなかった。その後、トメは息子と一緒に遊びながら、我が家で1時間ほど滞在し、また何かあったら相談に乗るから、何でも言ってね。と、言い残して、我が家を後にした。ちゃんとした証拠はつかめなかったわけか。とりあえず、物が戻ってきてよかったね。結局、トメに何もできなかったのか？その時のトメは何を考えているのかわからず、恐怖でいろいろ問い詰めることができなかった。でも、何か一矢報いる気持ちで、トメにある指輪を見せて、これは祖母の形見の指輪なんですが、大きなダイヤモンドがついているので、質屋に持っていけば数百万はする代物です。これだけはなくさないようにしないといけませんね。と、言った。もし、トメが本当に盗んだ犯人であれば、きっと指輪を盗んでくると思った。トメに指輪の保管場所も教えているので、今度はカメラの設置ミスはないだろう。そんな大事な代物をおとりに使うだなんて。もし、トメが逆上して、指輪に傷がついたらまずいんじゃないの？実は指輪は祖母の形見の指輪というのは、真っ赤な嘘。一見、豪華そうには見えるけど、実際は3000円もしない安い指輪なんだ。なので、最悪なくなっても問題はないので、その指輪をおとりに使うことにした。今まで、トメにとても良くしてもらったので。以降、トメが変な行動をしてこなければ、これ以上追求しないつもり。イッチがそれでいいならいいんじゃない？夫にはそのことを報告したの？夫に盗みの証拠をつかむために、カメラを設置したいと言ったところで。俺の家族を泥棒扱いするな。と、怒ってくるのは予想できた。なので、私が火事などで息子から目を離した際、すぐに危険を察知できるように。カメラを設置したいと告げたら、二つ返事で許可してくれたよ。まあ、本当に監視するのはトメなんだけどね。まあ、完璧な作戦だこと。次にウトメたちが家に来るのがいつになるの？次にウトメたちが我が家に来るのは、3週間後になると思う。もし、それ以降になっても私がスレに戻ってこなければ、何も起きなかったんだと思っててほしい。こうして、イッチはスレに亡くなったものが、戻ってきたことを報告した後、スレから姿を消した。それから数ヶ月もの時が経過し、スレミンたちが何も起きなかったのかと思い、安心していた矢先、イッチがスレにある報告をしに戻ってくる。以前、トメに祖母の指輪をおとりに、罠を仕掛けたと書いたものだよ。あの後、バタバタしてしまい、報告が遅くなってしまった。おお、あのイッチか、やっぱりトメはやらかしたのか？イッチの書き込みがなかったので、大丈夫だと思っていたけど、ダメだったか。最初に言うと、トメはやはり祖母の指輪を盗もうとしたよ。そして、紆余曲折あり、私たち夫婦は離婚することになり、引っ越しや息子の世話などもあって、報告が遅くなった。あの書き込みから3週間後、いつものようにウトメとコトメが、息子の顔を見に我が家に来た。
その後、いつものようにうとめたちと、一緒に食事をしたり、息子と遊んだりと、平和な時間を過ごしていた。寝室のカメラはもし寝室に誰かが入ってきたら、スマホに通知が来るように設定していた。琴音に続いてうとも、トイレに入っていたけど、二人とも寝室に入らず、一直線でリビングに戻ってきていた。最後の最後でトメがトイレに行くと言い残し、席を外したんだけど、その数分後に私のスマホに、寝室に誰かがいると通知が来た。スマホでカメラを開くと、トメが寝室の中で、祖母の指輪の隠し場所として、事前に教えておいたドレッサーの引き出しを、開けている様子が映り込んでいた。慌てて夫にスマホを見せると、一瞬で顔面蒼白になっていた。その夫の様子を見たうとは、何かあったのか?と聞いてきたので、うとたちにもスマホに映っている様子を見せた。すると、うととことめも夫と同じように固まっていた。その後、全員で寝室に向かうことになった直後、目的のものを見つけたとめが、何食わぬ顔をして寝室から帰ってきた。とめ以外のその場にいた人間が、顔が青くなっていることに気づいたとめは、何?おまけかネズミでも出たの?と、のんきに私たちに問いかけてきた。それから数秒の沈黙の後、うとがとめに、お前、さっきまでどこにいたんだ?と、質問した。それに対してとめは、トイレに行ってたけど、と、しらじらしいことを言ってきたので、私は動画をとめに見せながら、じゃあ、これはどういうことですか?と、問い詰めることにした。一瞬だけとめの目が見開いたけど、すぐにいつものように優しい表情となり、寝室から物音が聞こえたの。前にロロボウに入られたかもって言ってたでしょ。もしかしたらと思って見に行っただけよ。と、言ってきた。その直後、夫はそのとめの言葉に安堵した表情をして、だよな、母さんが泥棒するわけないだろって。と、言ってきた。その時初めて、このゴミを読んで、とめの味方をする夫に気持ち悪さを感じた。夫の援護射撃を受け取ったとめは、勝手に寝室に入ってごめんなさいね。と、私に申し訳なさそうに謝罪をしてきた。このままだと、とめと夫に言いくるめられてしまうと思った私は、じゃあ、亡くなったものがないか見てきます。と、告げた後、寝室に向かおうとした。すると、とめは少し焦った様子で、私が確認したら大丈夫だったわよ。わざわざ一致さんも確認しなくていいよ。と、私が寝室に向かうことを、阻止しようとしてきた。そんなとめの静止を無視し、私は寝室に向かい、指輪があったはずの場所を調べてみると、やはり指輪がなくなっていた。その事実を知った私はとめに、祖母の形見の指輪がなくなっています。どういうことですか?と、尋ねた。するととめは心なしか顔が青くなりながら、あれ?さっきまではあったはずなのに、おかしいわね。もしかして、本当にロロボウがいたのかしら?と、意味のわからないことを言ってきた。私は白状してくれないことに絶望し、大きなため息をついた後、警察に通報します。と、言い、スマホを手に取ろうとしたら、夫が私の手を止めてきた。夫は、いい加減にしろ、警察に言うのはやめろ、母さんを犯人に仕立て上げる気か?と、警察を呼ぶことにも反対してきた。それに対して私は、それにとめさんも寝室から、物音が聞こえたって言ってましたよね?もしかしたら、今でも泥棒が寝室に隠れているかもしれないのに、通報しないなんてありえない。と、拒否。それでもとめと夫は私を制止してきて、通報するしないで押し問答が続いた後、うととことめが、もし、母さんが本当に犯人じゃないなら、警察にきちんと取り調べをしてもらった方が、無実だって証明できるんだから、とっとと通報してしまいなさい。家の中に泥棒がいる可能性があるんだよね。ならちゃんと調べてもらった方がいいんじゃない?と、私を援護してくれた。うととことめの発言に、とめと夫はグーの根も出ない様子だった。なので、私がスマホの通話ボタンを押そうとした途端、とめが、ごめんなさい。出来心だったの。だから警察には言わないで。と、亡くなった指輪を私に差し出してきた。とめが盗んだことを知った夫は、完全にフリーズしていたけど、なんとなくうとは分かっていたのか、冷静にその姿を見ていたよ。その後、私は恐る恐るとめに、私のものを盗むのは今回だけではないですよね。なんでこんなことをしたんですか?と、聞いてみた。すると、とめは私の私物を盗んだ理由を語ってきた。とめの話を簡単にまとめると、どうやらとめはホストにハマっていて、お金に困っていたからみたい。もともと専業主婦で世話好きなとめは、夫が結婚してしまった上、
琴音も家にほとんど帰ってこなくなったせいで、物寂しい日々を過ごしていたとのこと。そのことを乙女はある友人に相談したところ、ホストクラブに行ってみてはどうかと提案されたそう。乙女は最初、その友人について一緒に、ホストクラブに通い始めたらしいんだけど、そこで推しの子を見つけていこう、乙女はどんどんホストにハマっていったらしい。最初のお会計が数万円だったのが、お気に入りのホストに。俺がナンバーワンになるために、高いシャンパンやドンペリを注文してくれ。たくさん頼んでくれた方に、ハグして好きだよと囁いてあげる。と、言われたことがきっかけで、高いお酒を注文するようになっていったそう。乙女は人から頼られていることに、生きがいを感じる人なので、お気に入りのホストの言葉を鵜呑みにして、ナンバーワンにさせてやろうと思ったみたい。その後、乙女はお気に入りのホストのために、プレゼントを買ってあげたり、お店で高いお酒を注文してあげて、彼の売り上げに貢献するようになったとのこと。そして、お気に入りのホストが、ナンバーワンになったと同時に、プライベートでも、二人はデートをするようになったそう。ホストにとって、乙女はいい金づるなんだよな。乙女はそのホストのことを、本気で愛しているのかな？乙女は最初はただお気に入りのホストに、貢献したいという気持ちだったんだけど、そのホストがあまりに愛の言葉を囁いてくれるため、いつしか乙女は彼に本気になってしまったそう。そんなある日、乙女はお気に入りのホストに、もう、夫の召使いみたいになるのは嫌。あなたと結婚してると一緒にいたい。と、言ったそう。すると、乙女さんと一緒にいるのは、俺にたくさん貢いでくれたからだけだよ。乙女さんとは母親以上に歳が離れているので、結婚とか絶対無理。と、冷たくあしらわれてしまったらしい。ホストは乙女のことが好きなのではなく、乙女のお金が好きなだけだと思うんだけど、乙女はそれを頑として認めず、きっとあの人は愛されたことがないんだわ。私があの人を愛してあげないと。と、思うようになり、そのホストにつきまとうようになったそう。その後、ホストは乙女の行動に恐怖を覚えて、迷惑なので、俺につきまとわないでほしい。と告げたそう。その言葉を聞いた乙女は、なんでそんなことを言うの？私だけがあなたの寂しい心を癒してあげれるのに。と、激高し、近くに落ちていた石でホストを殴ろうとしたそう。運よく近くの通行人が乙女を取り押さえてくれ、その後通報を受け駆けつけた警察官に、乙女は警察に連行されていたことが発覚。もともと前科がなかったため、乙女はすぐに釈放されたけど、警察から乙女のやらかしたことを聞かされた後は、今後、お金の管理も俺がする。次に何か問題を起こしたら離婚だからな。と、乙女に告げたらしい。ちょっとずつおかしくなってしまったんだね。ということは一気のものを盗んでいたのは、ホストに行くお金を確保するためなのか？おっしゃる通り、宇都外へのお金を管理するようになったことにより、乙女はホストクラブに行けなくなってしまった。しかし、乙女はホストクラブに通うことを諦めず、自分の私物をフリマショップに売り、お金を作り、またホストクラブに通い始めたらしい。しかし、それだけでは前のようにホストに貢ぐことができず、私のお金になりそうなアクセサリーや服に目をつけたとのこと。その後、我が家に来た際は、トイレに行くと嘘をついて、寝室に侵入し、金になりそうなものを盗むようになったそう。フリマアプリで私のものが売れる前に、私が炙り出しメールをしてきたことで、このままだと警察に通報されてしまう。そしたら夫に離婚されてしまう。と、思い、慌てて私のものを返しに来たんだとさ。ホストと結婚したいって言っているのに、乙女は夫に離婚されたくないのか。気づくのが早かったおかげで、すべて返ってきたのか。おそらく、乙女の中ではお気に入りのホストが本命だよ。でも、彼に振り向いてもらえない状態で、夫と離婚したら、確実にお金に困るため、離婚したくなかったんだろうね。その後、乙女は盗みをやめて、ホストに通うために、パートにでも出ようと考えていたらしい。しかし、私が乙女に祖母の形見である、高価な指輪の存在を教えてしまったことと、お気に入りのホストのバースデーイベントが、近かったことにより、欲が出てきてしまったそう。乙女は再びトイレに行くと偽り、寝室に侵入し、指輪を盗もうと試みたらしい。最初、乙女は私の指輪を売る気満々だったそうだけど、指輪の高価そうな装飾を見た乙女は、売ろうと思ったけど、ホストクラブに着ていく服に似合いそう。フリマで売る前に、バースデーイベントの時に身につけよう。と、思い、ドレッサーから指輪を盗んだそう。これらのことを話し終えた乙女は、私に対して、一致さん、本当にごめんなさい。ホストクラブも盗むのももうしないから。許して、一回だけこの指輪を貸してちょうだい。
最後にするから、ね。と、甘えた声で言ってきた。それに対して私は止めに。その指輪は3000円で購入した安物ですので、そんなに欲しいなら差し上げますよ。と、告げた。すると止めは。おばあさんの形見で、高価なものだって言っていたのは嘘？と、苛立ちを隠せない表情で言ってきた。そんな止めに私は、泥棒かもしれない人に、高価なものの隠し場所なんて教えませんよ。と、冷たく言い放った。私に騙されたことにショックを受けた止めは、騙すだなんてひどいわ。と、その場で泣き崩れてしまった。止めの号泣加減にドン引きしていると、夫が、なあ、もういいだろ、母さんも反省してるんだから許してやってくれよ。と、私に言ってきた。私は止めのことを擁護してきた夫に、苛立ちつつも、許すも何も、泥棒を今後家に入れるわけにはいきません。と、言い放った。すると夫は、反省しているというのに、許してあげないだなんて器の小さいやつだ。と、私を責めてきた。なんで私が責められないといけないのだと、夫に反論しようとした矢先。うとが？今日のところはひとまず帰ります。と、言い残し、泣き崩れた止めを車に乗せ、おとなしく帰っていった。その後、夫は、一致が謝るまで会話しないから。と、言い残し、それ以降私に口を聞いてくれなくなった。それから数週間ほど夫に無視し続けられて、いろいろ我慢の限界になった私は、夫と離婚したいと思うようになった。その後、両親に今まであったことを説明したところ、離婚したいならいつでも帰ってきてもいいよ。と、言ってくれたので、息子を両親に預かってもらい、夫と今後について話し合うことにした。最初、夫は私が話し合いをしたいと言っても、いつものように無視し続けていたけど、私が離婚届を差し出すと、夫は驚いたような表情をして、俺は離婚してやってもいいと思っているけど、一致は今育休中でお金がないのに、離婚したら生活に困るだけだぞ。と、高圧的なことを言ってきた。確かに私は育休中ではあるけど、もともと正社員ではあったので、両親のサポートがあれば、生活に困ることはない。そのことを夫に説明したところ、息子の父親を奪うだなんて、本当に最低な女だな。と、嫌味を言ってきた。そんな夫に私は、一度ならず二度までも泥棒をしたトメさんを、許せというあなたと一緒にいる方が息子の教育に悪い。トメさんを許せという気持ちが変わらないなら、離婚するしかないわ。と、告げた。夫は数分ほど沈黙した後、離婚すると同意し、その場で離婚届にサインをしてくれた。私と息子よりもトメの方を取った夫のことを、心底気持ち悪いと思った。数日後、養育費や息子への面会回数などを決め、離婚が成立した。今後、背後にトメがいる夫とは、一緒に生活するのは嫌だよね。トメはその後、結局どうなったんだ？私たち夫婦の離婚が成立した後、ウトメの離婚も決まったみたい。トメは最後までウトに、離婚だけは嫌、と言ってはいたけど、ウトはトメのことを許すことができなかったみたい。ただ、最終的に財産分与を多めにもらうことを条件にトメは離婚を飲んだそう。その後、離婚されたトメをかわいそうだと思った元夫は、トメとの同居を開始したらしい。ここからが面白いんだけど、元夫と一緒に暮らし始めたトメは、ウトからもらったお金で、ホストクラブに通い始めたそう。その結果、1000万近くあったお金を、数ヶ月間で全部使い切ってしまったみたい。ウトもそれを予想して、多めに金を支払ったんだろうね。やっぱりそうなるよな、今でも元夫はトメを甘やかしてるのかな？最初、元夫はトメに仕方なく、お小遣いを渡していたそうだけど、それでは足りなくなったトメは、借金を作ってしまうようになったらしい。現在、夫はトメの作った借金を返済に、追われるようになり、助けてくれ。と、こちらに連絡が来たけど無視している。元夫は自業自得ですな。実家の場所や息子の面会時に、元夫に会わないといけないから面倒だね。一応、離婚を決めた際、こんなこともあろうかと、息子との面会場所は義実家に指定しているんだ。ウトとコトメは元夫が私や息子に、変なことをしないよう監視してくれているので、今のところ、大丈夫だと思う。実家はマンションなので、もし元夫が来たとしても拒否すれば、侵入されることはないと思う。まあ、もう少ししたら、もっとセキュリティの高いところに、引っ越す予定なので、これで逃げ切れたらいいな。息子と外出する際は待ち伏せに気をつけてね。報告オツでした。頑張って逃げ切ってくれ。こうして、一致は元夫とトメの末路を報告した後、二度とスレに戻ってくることはなかった。
おそらく、今でも元夫から、うまく逃げ切れているのではないだろうか。もしもあなたに一致のような夫と留めがいて、今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみにホストクラブの初回の利用料は約5000円、2回目以降の人は約2万円程度だそうです。